DL 同時。ということですね。えっ、ー、と、今回はですね、あのー、ちょっとこう、アダルトな話をしますので,です、ね、こう、苦手な方はですね、動画を閉じていただければと思います。で、えー、私はですね、こう、CG 集、大人向けのこう、CG 集とかですね、こう、アニメーションとかですね、こう、制作して販売していたりするんですけれどもですね、その際にですね、こう、販売したいものをですね、こう、サイトに登録して、えー、販売、 できるかどうかを審査して、で、販売するっていう形になるんですけど、まあ、その審査をするのはですね、その会社さんですよね。あの、DL サイトさんとか、ファンザさんとかですね、えそう,そうした会社さんがですね、こう、え販売できるかどうかを審査して、えそれからですね、こう、販売がされるっていう形になります。で、その際にですね、こう、先日ですね、こう、帰ってきてしまいました。まあ、帰ってきてしまったのではですね、え修正をですね、こう、依頼されたわけですね。 で、どういう修正を依頼されたかと言いますとですね、えー、私はですね、こう、モザイクがですね、こう、ちょっとちっちゃかったってことなんですね。モザイクのこう、コマがですね。うん。だから、サイトによってもですね、こう、ちょっとずつこう、ルールが違うんですけどもで、ね、えー、まぁ、100分の1以下とかですね、こう、6ピクセル以上とかですね、こう、いろいろあるわけですけれどもですね、その、モザイクがですね、その四角がですね、こう、で 深くなるにつれて、こう、ぼやけて、何が何だか分かんなくなるわけですね。で、その四角はですね、こう、ちっちゃくなるにつれて、えー、しっかり見えちゃうっていうことがあります。で、日本にはですね、こう、刑法の175条のわいせつ物罪というものがございましてですね、あのー、その、まあ、大事な部分ですよね、こう、人の、大事な部分にも、モザイクをかけないと、えー、販売できないっていうことに、えー、なっております。 なるんですね、こう、モザイクをかけるんですけどですね。その、モザイクが、ね、こう、まあ、ちっちゃかったということなんですね。で、まあまあ、今までも販売してるので、まあ、CG 集とか、そこう、アニメーションとか販売してて、で、えー、今回はですね、あのー、まあ、なんで戻ってきたかっていうとですね、その CG 集の場合はですね、まあ、例えばですけれども、まあ、これ例ですけれども、えー、まあ、100ピクセル、 100、横100ピクセル、縦100ピクセルみたいなですね、こう、絵があったとして、えー、例えばまあ、サイトによってもちょっとずつ違いますけども、100分の1ピクセル以上の大きさですね、この、モザイクのせす、ね、ちっちゃい四角をで知ら、ね、ないといけないっていう、まあ、ルールがあったとして、それがですね、こう、まあ、ちっちゃかったってことなんですね。うん、じゃあまあ、わかりやすく、まあ、1000ピクセル、1000ピクセルの、えー、四角があったとしてですね、その、 あの、原画の絵があったとしてですね、それがこう、100ピクセル、100分の1ピクセル以上のですね、こう、えー、四角の、えー、モザイクの四角にしないといけないっていうことでしたらですね、その100ピクセル以上、えっ、ー、と、10ピクセル以上にしないといけないんですけれども、えー、それができてなかったっていうことなんですね。で、私の場合ですね、えっ、ー、と、アニメーションを制作する際に、えぇ、ー、 原画を作るんですよ、まず最初に。原画をまず作って、えー、それをですね、動画編集サイトにですね、こう当てはめて、それをですね、あの、絵をこう貫出るような形にしてですね、こう、絵が動いてるように見せるっていう、こう、作り方をしてるんですよ。 で、まあ、ちょっと、他の方がですね、こう、どういう作り方をされてるかっていうのはで、ね、見たことないんですけれども、えー、私はですね、まあ、そういう作り方をしてます。まあ、昭和的というかですね、その絵をですね、こう、貫けることによって、まあ、アニメーションって、まあ、全部そういう部分もあるかなと思うんですけれども、えー、一枚一枚の絵をですね、えー、動画編集サイトに流し込んで、それをですね、こう、 連続して表示させて動いているように見せるみたいな。まあ、それでのこう作り方をしてまして。で、まあ、原画の方はですね、そのピクセルはですね、こう、まあ、比率がですね、こう合ってたんですけれども、えー、動画にする際ですよね。私の場合はですね、あのー、まあ、一枚一枚のこう、絵はですね、絵でこう、描いていって、で、それをですね、動画編集サイトにですね、その絵をですね、こう、 当てはめていくんですで、当てはめていって、その絵をですね、こう連続して、えー、動画編集サイトで、えーまあ、流すことによって、絵が動いているように見えるみたいな作り方をですね、こうアニメーションの作り方をするんですね。で、その際に、えっ、ー、と、動画編集サイトで、えー、保存しますよね、動画を。動画を編集するさ、際にですね、こう、全体のピクセルが大きくなっちゃってたってことなんですよ。 つまりその、まあ、例えば絵がですね、元の原画の方がですね、こう、100ピクセル、100ピクセルですね、あの、絵だったとして、それをですね、こう、動画編集サイトに流し込んで、で、えー、動画編集サイトで、えー、まあ、編集して、で、その動画を、アニメーションを保存する。その際にですね、 例えばですけれども、もともと100ピクセル、100ピクセルだったんだけれども、保存したときに、1000ピクセル、1000ピクセルになっちゃっていたみたいな。そうするとですね、こう、四角ですね、モザイクの。モザイクの四角の部分がですね、こう、ちっちゃくなってしまうというか、そこまあ、もともと、100分の1だから、こう、1ピクセルの、あの、モザイクで、四角で、 大丈夫だなと思ってたんだけれども、全体として、あのー、アニメーションの絵が大きくなってしまったんで、えー、まあ、それがこう、100分の1じゃなくて、1000分の1になってしまったみたいな。そんなようなことなんですよ。ので、まあ、もう一回ですね、こう、モザイク処理をですね、こう、するところから、えら、ー、ないといけないみたいな形になってしまいました。で、なんか、まあ、今回はですね、あのー、 絵の原画のところからですね、こう、モザイクを入れていてですね、それを、あのー、その絵をですね、アニメーションをですね、を作るために動画編集されて流し込むみたいな形にしてたんですよ。だからもともとモザイクはつけてたんで、つけた絵をですね、えー、作っていたんですよ。 もともとですね、まあ、どういう作り方をするかにもよるかと思うんですけどもですね、えー、まあ全部の絵をです、ね、こう作ってしまって、えー、まあモザイクをつけない形のイラストを作って、でまあ、それをです、ねあのー、動画サイトに盛り込んで作る場合。 とか、まあ、いろいろあると思うんですけどいろいろな、まあ、作り方があるかなと思うんですけれども、まあ、CG 集の場合でしたらですね、そのままですね、こう、まあ、えー、縦と横のですね、こう、比率が、まあ、分かっていて、で、まあ、ピクセルの大きさも、まあ、そのまま入れてですね、えー、画像を保存して、申請する。まあ、コミックを作る場合もそうかなと思うんですけれども、すればいいんですけれども、絵をですね、えー、保存する際にですね、えー、まあ、 自を保存するだけだったら、まあ、CG 集とか漫画とかの場合でしたらですね、えー、そのままですね、あのー、縦と横のピクセル分かってますしですね、えー、ピクセルの、えー、モザイクのピクセルのです、ね、大きさもそのまま入れてですね、えー、保存すればいいかなというふうに思います。 で、まあアニメーションにする際にですね、まぁ、あ、そのステップはございまして、ええー、まあ私の場合なんですけども、こう、絵をですね、こう、まず作って、ね、で、それをですね、こう、動画サイトに流し込んで、ええー、動画を作って、まあそれを保存する。てその際にですね、こう、設定のところでですね、あのー、まあピクセルですよね。ええー、縦と横のピクセルなんですよ、ね、こう、表示されますので,ですね、縦と横を確認してですね、えぇ、ー、そちらをですね、あのー、モザイクをですね、 えー、まあ足すならまあ足してですね、えー、そのまあサイドのですね規約に沿った、えー、作品にですねこう仕上げればいいかなというふうに思いますということで、えー、今回はですねこうモザイク処理がですねこう不十分でですね、えー、戻ってきてしまったっていう件でございましたなので、えー、モザイクをですね、えー、まあ要注意とかですねあのー モザイクをうまくつけていきましょうという、えー、まあそういう動画でございました。こちらは以上でございます。失礼します。